てのゲームということになります。勝ち点差も詰まってます。名古屋は勝ち点40、川崎は勝ち点37。名古屋にとっては高ければ高いほどいいわけですね。そうですね、決めてますし、それが23年でしたね。そうですね、 J1 初ゴールが川崎戦でした。徳本は、はい、今なりました。右から左は川崎フロンターレです。まずは前線右に長いボールを供給します。大島見てますけど、はい、まあ、この辺をちょっとトリプルボランチ気味と言いますか、ね、あ、なるほど、はい、そのような感じも見えますね。斜めに入れます。遠野が入ってきました。いや、振ってくる。角を使ったマルシーニョ、イエナガを使った、クロス上げ切って逆サイド、遠野のヘッド折り返し、まだあるセカンドボール、山田、最後のフィニッシュ、川原。名古屋はそれでかなりスイッチは入りますもんね。そうですね、マルシーニョアウトでかけて山田新、マルシーニョ中に来る、マルシーニョは中で待っている、逆サイド、イエナが押し込む。ここも人が湧いてきました。川崎パターンですね、はい、やっぱり椎橋はこの長井の特徴しっかり掴んでるんで、はい、この辺のところ、あれ違う選手だったら今みたいな出し方にならなかったと思うんですね。でも長井と椎橋のこのタイミング、お互いが非常にいい。微妙ですが、これ難しいですね。アングルによって全然違いますからね、はい、まあ、オフサイドになったんですね、これね。稲垣が頭でつないで泉が折り気味、かなり絞って徳本です。縦に刺しました、椎橋、その奥を使った永井健介、うわた、見事。ただオフサイドのフラッグが上がっています。相手を見る時間を作りながらこの緩急を作って崩していくと、ちょっと変わりましたね。おう、ここもワンタッチで裏、永井健介、椎橋からでした。ここでフラッグが上がります。上がります、おー、ゴールネットを揺らしましたが、その前にフラッグは手前で上がってました。ん？ゴールは今ゴールネット揺らしましたが、その前に手前で副審がフラッグを上げていたのは確認できました。今ゴールは確認中です。そうですね、はい、ここのところで長井がオフサイドかというところ、それないですよね、はいはい、ただこの時、あ、今切れましたが、うん、この時上げたんですよね。ですよね、はい、今 VAR がゴールの確認はしています。難しいですね、このトラップの瞬間、あ、ゴールですか。ゴールですね、ゴールですね、はい。アディショナルタイムは目安5分でしたが、ちょっと大島の負傷というのもあってもう少し長めに取りますかね。6分台経過したところでアルガイル進化ゲームを止めました。アルアイレ主審の笛が鳴り響きました。後半です。もうワンタッチ、裏抜けてきて泉だ、泉、1対1、泉流し込む、キーパーソンソンレオン、まあ、この辺のところも、残りの約30分どうなるかですね。となるとちょっとこれ山田慎が自由に動ける時間帯が、あ、泉の前だ、泉右足で振った、かわした、泉だ、うわ、欲しかった追加点は泉が生みました。これもあっという間、今シーズン2点目、泉龍司、欲しかった欲しかった2点目です。まあ、スローインからですけれども、これかぶってワンタッチで入れたと、はい、ちょうどキーパーと、これが右サイドバックから増井も絞って対応です。徳本飛んだ、菊池がキープして前に行きかけたところ、ちょっと後ろから後から入ったかな。これはファンウェルメスケルケン2枚目で退場になりました。ちょっと遅れましたが、目の前でしたからね、はい、主審のアルルアイレ主審はもう迷わず2枚目のイエローカードを提示しました。これは川崎とすると痛いですね。ちょうどサイもカードもらったばかりだったと思うんですよね。